こんにちは、シュンクッキングです。今回ご紹介するレシピは、材料たったの4つで作ることができるチーズ、牛乳、バターを使わないヨーグルトスフレケーキの作り方です。大きなポイントは、ただ混ぜて焼くだけでじゅわっとふわふわでお店のように作ることができます。細かいポイントは動画で説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは作っていきましょう。材料をご紹介します。マキバの朝、砂糖、卵、薄力粉、以上です。今回はマキバの朝を使って生地を作ります。メレンゲメーカーを使います。容器についた水分や油分は必ず拭き取ってください。卵を卵黄と卵白に分けていきます。卵黄が入るとメレンゲが作れないので、慎重に分けてください。残りの卵も同じように分けてください。きれいに分けられたらボウルに移しておきます。卵黄は軽く溶いておきます。このぐらいで OK です。ここにヨーグルトを入れていきます。ムラがないようにしっかりとなじませてください。このぐらいになったら OK です。ここに小麦粉を入れます。ダマや粉っぽさがなくなるまでしっかりと混ぜ合わせてください。ダマがなくなって滑らかになったら OK です。卵白に砂糖を入れます。しっかりと泡立てて、つなごとくメレンゲを作っていきます。もったりと重たくなってきたら、メレンゲを確認してください。生地にメレンゲを少し入れてください。ムラがないように先になじませておきます。このくらいになったら OK です。残りのメレンゲを入れていきます。切ってすくうようにして、メレンゲを潰さないようにさっくりと混ぜ合わせていきます。ふわっと滑らかになったら OK です。12センチのケーキ型を使います。型に合わせてカットしたクッキングシートを敷いてください。ここに生地を流し入れていきます。軽く表面を整えたら OK です。天板に耐熱容器を乗せて型を乗せます。天板にお湯を流し入れて焼いていきます。
しっかりと焼けたら粗熱を取ります。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やしていきます。しっかりと冷えたらゆっくりと型から外していきます。あとはお好みの大きさに切り分けてください。完成しました。ヨーグルトスフレケーキです。いただきます。じゅわっとふわふわ食感で、ヨーグルトの酸味と程よい甘みでとても美味しいです。作り方のポイントは、スフレケーキはとにかくメレンゲが命なので、しっかりと角が立つメレンゲを作ってあげること、そしてメレンゲが潰れないようにさっくりと混ぜてあげることです。ただ混ぜて焼くだけで作ることができて、これからの暑い時期にぴったりなスフレケーキに仕上がっていますので、ぜひおやつにお試しください。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。